アキレスにいろいろなことを教えてるときに、すで、はい、にほとんどの冒険を終えたヘラクレスが帰ってくるの。ヘラクレスが持ってきた矢の先っぽにヒュドラの毒っていうすごい毒がついてたんだけど、その矢がね、うっかりケイロンセスの足に落ちるの。それで、あわーってなって、ケイロンセスがバターンって倒れて、で、ちょいってなって、でその時にアキレウスがあまりにも感情が高ぶって、お父さん僕を置いていかないでっていうの。なんかいろいろ聞きたいことがあるんですけど、すごい突然の死ですね、まず。ここら辺はスキルの話ではあるんですが、幼少の封建、姿勢を差し出すことによって生け材と昇華した逸話がスキル化したもの、星に昇華されたことで彼は天のサソリから人々を守る存在となった。あー、なるほど、伊手座なんだ。これは、待って、これはあれだよ、あの古代ギリシャ人、私の中の古代ギリシャ人が全員立ち上がったの今。どこにいいんですか。伊手座なんだ。あ、ちょっとごめんなさい、あのケイロン先生を今多分伊手座として捉えてると思うんだけど、あのこれかなり古代ギリシャでは議論があったところで、ていうか星座の中で一番激戦区で、っていうのも、あのケンタウロスだって他にあるんだよね。あー、確かに聞いたことあります、あの伊手座の、まあ、ちょっと近くなんだけど、伊手座の近くにケンタウロス座っていう星座があって、はいはいはい、あの一体 どっちがケイローン先生なんだっていう。あ、でさっき言ったエラトステレス先生、あの、はい、ヘラクレスがケイローン先生のことを愛してたって言ったエラトステレス先生は、はい、ケイロン先生、伊手座絶対許さないぜだから。あ、ダメなんですか。絶対許さないぜだから。あ、でもなんか今の認識だとやっぱり、伊手座ってケイロンというか、あ、そうだよね、そういう認識の人は多いイメージありますか。わかる。あれだけ当時ね、あのエラトステレス先生がすごい合理的に論理的になんで伊手座がケイロンじゃないかってことを切々とね論じてたわけ。なるほど。伊手座、あの星空で見てみろと、お前たちあれが4本足に見えるかと、あの星の配列が、あの絶対下半身馬じゃないだろうと、はい、あれは絶対にケイロンじゃないというふうにね、はい、力説してたから、あれをケイロンだというやつ全員、あの全員許さねえ って言ってたから、あのすごく、あ、なんかエラトステレス厳しいなと思ってたんだけど、はい、あのやっぱりね、受容詞ってそういうわけにはいかないよね。やっぱりこう、あの、なんだろう、受け入れやすい方が受け入れてしまうから、はい、やっぱりこう一座っていうとケイローン先生のイメージなんだろうな。あの時あんだけ、はい、あれだけ言ってたけどダメだったな、やっぱ。あ、じゃあ他にはなんか候補がいたってことですか、伊手座候補というか、そういうわけではなく。いや、あの、いたいた、クロトスって知らないよね。わからないです。クロトスさんっていう、あの、ゼウスの友達がいて。あ、友達が、うん、で、クロトスっていう、クロトスはこう尻尾だけが生えてる完全な人間の姿の、はいはい、あの人で、あの弓とかを発明してたと思うので。お、あ、じゃあまさにうってつけというか。そうそう、こっちだっつってるけどね、一致しますもんね。そうだけどね、クロトスね、スター性がないんだよね。あんま聞いたことないですけど、ギリシャ界隈でもそこまで、そう、あれなんですよ。うん、あのめったに聞いたことない。聞いたことない。うん、これはあのやっぱりね、スター性がない、キャラクターが弱いから、あんまりこう、あの、いや、言うて有名な人の方がテンション上がるしっていう、まあ、歴史の中で漏れていくっていうか。そうそうそう。でここを伊手座に、伊手座をケイロン先生にしてしまうと、あの他の星座とも確かに整合性が取れなくなってきちゃうんだよね。あのケンタウロス座から見えない位置にある、ペガサス座、それにもちゃんと神話上の意味があるんだけど、はい、あのそういうことを説明するためにケンタウロス座にケイロン先生置かないと、あの伊手座からだとペガサス座見えちゃうんだよね多分。あ、ペガサス座って古代ギリシャだとケイロン先生の娘っていうポジションなのね。あ、娘なんだ。そうで、娘がお父さんから見えないよ、お父さんのケイロンから逃げるためにわざわざこう見えない位置に移動してるっていうね。そういうギリシャ神話があるの。だから違いますよね。そうそう、それで伊手座がケイロン先生だと、いや丸見え丸見えってなっちゃう。そう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 、だから整合性取れてない。そうそう、なんでエラトステレス先生がだから整合性取れないだろうかって言ってたけど、また。ダメだった。ダメだった。ダメだった。いや、これもごめんなさい。これは悪いとかじゃなくて、あの、はい、もちろんそうすべきと言ったらいいか。別にその、はい、合理性で押し付けたとして、別にギリシャ神話が生きていけるわけでもなく、あの、
で今ちょっとその逸田の関連で、あの彼は天の悟りから人々を守る存在となった、はい、これもちょっとよくわかんないから、あのこれも知らない神話だなって今ちょっと見てた。ほうほうほう、最近のギリシャ神話かもしれないなってちょっと思ってた、はいはい、うん、あ、古代にはあまりない関連性というか、サソリチョ経緯論は。そう、あのね、ギリシャ神話の中でも星座神話って最も、生きてる部門で、はい、それこそプラネタリウムとかで今でもギリシャ神話って語られてるし、はい、あのそれこそさ最前線なわけなんだよ、ギリシャ神話の語りの、はい、でそのプラネタリウムにお客さんが来てて、目の前にいるお客さんを語りで引きつけなきゃいけないじゃない、はい、プラネタリウムって、はい、だそれって古代ギリシャでやってた神話の語りと全く同じ行為だからさ、あそこでさ、なんかもう死んでる神話、あの遠い昔 の, あの現代とは全く関係ない神話語るのって、はい、ある種つまらないじゃない。そう、確かに、うん、だからその現代の目の前の人に合わせて結構星座の神話を、あ、まあ、あのプラネタリアンの人たちがどん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 付け加えていくの新しく、はいはい、なので、最前線なんだよね、神話の語りの。あ、なるほど、うん、なのであのかなりね知らない神話とかいっぱいある。あ、じゃあ結構面白いのがどんどん採用されてって、うん、もう本当に古代とはかけ離れてる、そうことも多 い, いう、そうそうそう、でもその方が面白かったりもするし、誰かが思いついた神話とかもめっちゃ面白かったりするから、はい、でなんかこの天のサソリの話とかも割と、うん、少なくとも最近1000年間ぐらいのやつではあって、ごめんなさいね、はい、あの最近1000年ってかなり長いスパンだけど、あのその最近の神話かなってちょっと思ってた。ほうほうほう、だからねちょっとね100年目話すとねすぐね置いてかれちゃうんだよ知らない話になって、特に星座神話はね本当すいませんっつってじゃあ続いて、はい、他のスキルの説明もあるんですが、はい、これがギリシャ神話の神から与えられた賢者としてのさまざまな知恵、英雄独自のものを除くほぼ全てのスキルに D から A ランクの習熟度を発揮できる、はい、またマスターの同意があれば他サーヴァントにスキルを授けることも可能、うん、別の聖杯戦争においては自分以外に使う機会がなかったスキルだが、こたびのカルデアでは使う気満々である。なるほど、ちょっとこれゲーム的な設定と、うんうん、そもそもケイローン先生が大活躍してるのはフェイトアポクリファっていうアニメがまあ、あるんですけど、うんうんまあ、そちらでもちょっと話が後半は入ってます。この別の聖杯戦争においてっていうのは多分そこの話で、はい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 、で多分これはなかなか設定上はかなりすごいスキルで、ゲーム上の、うんうん、自分のこういうなんか特技というかスキル系を人に与えることって多分基本的にはできないはずなんですけど、それを、まあ、やっぱり教えるのが得意だし、やっぱそういう神々がこの与えられた知恵を持ってるので、うんうん、人にそれを授けることができるっていう設定上ではかなり強いというか、まあ、仮に自分のサーバーのスキル呼んだらいろんなことを教えてもらって自分も強くなれるというか、いいじゃない、いいじゃない、私もそれほど有能な感じですね。ケイロン先生、はい、教えてもらいたいよ。え、増田さんも教えてもらったってことケイロンに。いや、教えてもらったらいないです。教えてもらったらいない。マスターとして教えてもらってるのかなと思って。今回その弓でアーチャーとして、まあ、あのゲーム上では出てるんですが、うん、一応設定上、まあ、剣とかも槍も槍術とかもまあできるし、うんまあ、そのパンクラーチオンの使い手でもあるので、うんうんまあ、本当にその弓だけじゃなく、うん、もういろんなことができるというのが、まあ、設定上でもまあできてる。あー、はい、いや、ケイロン先生といったら弓だよねやっぱね。あ、でも弓なんですか。うん、ケイロン先生まず第一に、うん、アポロンとアルティミスから教わった弓だよね、弓の力を授けてもらって、はいはい、それをまあみんなに教えたっていう、はい、そういうような話が紀元前5世紀にはあるから、うん、クセノポンの話にあるんだけど、うん、まあなんで古代ギリシャ人からしてもやっぱりケイロン先生って言ったら弓だわなっていう気持ちになるかもしれないですね。あ、ケイロン先生もやっぱりちゃんと教わったんですね、誰かに。ああ突然そのなんかその才能が開花したとか。そうね、一応アポロンとアルティミスに教わったっていう。 なので師匠としてはアルティミスだと思う、はいはい、そうですね。ここにもその文に書いてありますけど、まあ、神から与えられたっていう、うん、なんかやっぱりそういう知識とかやっぱ何者かに与えられてるっていう。そうですね、そうですね、あの、ま、もちろん自分で開花した面もたくさんあるでしょうが一応その最初の起点は神から教わったことを、はいはい、あの自分で習得してそれを人に教える才能もあるっていうのが、うん、やっぱケイロン先生の凄さですよね、はい、なんかその天才ってさよくありがちなんだけど
なんでこんなことできないのってなるじゃない、まあ、なります なるじゃない教えるのめっちゃ下手というか、そうそうそう、なんか自然にできてることだから人に教えるの下手な時あるじゃないですかこんなのフィーリングでやるんだよみたいなこと言われて、はい、すいませんでしたって言ってわかりませんみたいな感じになりがちだけど、はい、いやケイロン先生はちゃんとそれを人に伝えて、おそらくその生徒ごとに全然違う特性を持ってるんだけど、だけどもヘラクレスにはこう教えて、アキレスにはこう教えて、でアスクレピオスは、あ、この弟子は今まで見た中でもおそらく医学の知識とかそういう人を助ける力がすごいなって分かったから、はい、おそらくより強く医術を教えてるっていうような面があると思うから、人に合わせて教え方を変えられる人でもあるからすごい、その人の長所を見抜いてちゃんと長所を育てる、そう、長所を育ててくれると思うだからそういうなんか傑出した英雄たちがたくさんいるっていう感じですね、うん、そうだと思いますね。これはちょっと法具の説明で、はい、アンタレススナイプっていう本ですね。リテーザーとなったケイローンが常に天の注ぎを狙っているエピソードの具現化、うんうん、星を動かすという旧兵が到達できる究極の一撃、うんうん、神明を解放した時点で発射することが可能で、うん、海からではなく星から放たれる流星の一撃、うんうん、神速で名高きアキレウスですらこの方法を回避することはできなかった、うんうん、できなかった、はあ、一夜に一度しか使用できないというデメリットが存在するが、タイミングさえ間違えなければ標的を逃すことはないだろうっていう、まあ、宝具ですね。あ、はい、ごめんなさい、わかりました。あの、はい、あれなんだ、射手座となったケイローンが常に天のサソリを狙っているエピソード、あ、はい、わかりました、あの、はい、そう、これ多分最近1000年間ぐらいの神話だと思う、ね、最近には1000年です。そう、ごめんなさい、あの古代ではなくて、はい、おそらくその後の星座神話だと思うな、はい、もちろん全然悪いことじゃないけど、うん、なんで射手座の矢の先がおそらく、はい、アンタレスを向いているように見えるっていう星座の配置の図から、はい、アンタレスを狙っているケイロン先生っていう、うん、エピソードが生まれて、はい、でそのエピソードからこの技が、はい、イメージされてるっていうことだと思うんだよね。具現化、うん、なるほどね、はい、これまあ、うん、アキレウスですらまあ回避できなかったって話で、これもちょっとアニメの方の話ではあって、うんうんうん、ケイローンとアキレウスは戦うんですよね、うんうん、アニメ上では、うんうん、すごい大激闘をするんですけども、うんうん、ごめんちょっと待ってケイローンとアキレウスが戦うのそれは何で、それは熱いじゃんそれ、結構まあ何回かにわたって戦ってて、そのアニメ上では、最初はそのケイロンさんは本当にアーチャーなので弓で遠距離攻撃とかしたりするんですけども、はいはい、まあ、最終的にはまあそのアキレウスのまあ宝具でまあ本当に何の武器も持たずというか、まあ1対1で戦うっていう、あ、捨て頃怠慢ってこと、捨て頃怠慢みたいなのもあるんですけど、はいはいはい、まあ、武器も使ってるんですけど、その時は結局2人とも武器まあ使わずに殴り合いで戦うっていう、あ、分かる、もちろん最終的には、はい、男同士の対マンはあのマッパで殴り合い拳だっていう古代ギリシャのよくあるパターン、あ、よくあるよくあるやつ、それはそう、それはそう、対マン張る時にはそんな武器とか全部捨ててもう拳の海で戦うってやつだよ ね、 そうですね、最終的には拳だけだな、すごい古代ギリシャ脳なんだけど、まあ、服は着てたんですけどもそうだ、すごい古代ギリシャ脳なんだけど2人とも、ね、いいねいいね、うん、そう、なんか弓で出てきてるのになんかめちゃくちゃ近距離が強い、近距離戦が強いっていうのも経験をする、だからアキレスとも本当に五分で戦ってて、あ、アニメ上では殴り合いで、殴り合いでもう、あ、いや、でも、あ、でもケイロン先生だってアキレウスにパンクラチ、あ、パンクラチョンっていう、なんだろう、捨て頃怠慢だよね古代ギリシャの、はい、何してもいいっていうやつね、はい、あのそれ教えたのケイロン先生だから、やっぱあのそれはもちろんある程度の武術はできるし、はい、弟子のこと多分一番よく分かってるから、はいはい、アキレウスからしたら戦いにくい相手だよね多分、そうですよね、うん、そうなんだ、神話上であんな別れをした後でその後で戦うんだ、ああ、神話上での別れもなんかあるんですか、いや、この話する、あ、ないよ長くなるそう、いや、あのね、これは、紀元後1世紀のオイディウス先生っていう、はいはいはい、古代のカベサでよく何回か何回か私も話したんだけど、はい、古代のカベサのオイディウス先生の中の話を使うんだけど、こういう話なのね、まずアキレウスがこうケイロン先生とか預けられて、こうアキレウスにいろいろなことを教えてるときに、すで、はい、にほとんどの冒険を終えたヘラクレスが帰ってくるの、兄弟子だよね、はい、すごい上の兄弟子が12の難行のうちの11までだったかな、ほとんどを終えた段階で、ヘラクレスがこう師匠のもとに戻ってくるとで、おヘラクレス久々だなって言って、あ、入って入ってって言って、そこでこう3人の団体になるの、熱くない、熱いでしょそんな、ヘラクレスとアキレス、そもそも
なんか出会ってることがあったんです。そう、これは同人作家壁沢の力なんだけど、そう、もともとは出会ってないはずなんだけど、はい、2人が一緒にいたらエモくねっていうことで、まあ、めちゃくちゃいいですね。いいよね。そう、まだ幼いアキレウスのところにヘラクレスが戻ってくると、はい、で、おヘラクレスよく来た、中に入って、お前の冒険の話を聞かせておくれっつって、はい、でそれで迎え入れると、ケイロンが。でね、その時にヘラクレスは棍棒とか弓矢とか、こう獣のライオンのこう皮とかかぶってて、はいはい、お前なんかそういうので戦ってんだ今って言うの、ケイロン先生が。ちょっと見せてみっつって、なんか知らない武装できたから、やっぱ送り出した時とは、そう、送り出した時はね、多分盾とか甲冑とかを着て出てったんだけど、戻ってきた時にはね、もうすっごいばばっちいもの着てたから、何それってなったと思うんだ。ケイロン先生が教えたものじゃないですか。そうそう、わしが教えた盾とか槍とかどうしたみたいな感じで、だから工房にさ、弓持って弓背負ってさ、獣の皮買うで、先生俺久々ですって出てきたから、なんか私が教えたもの全然なんかやって守ってない気がするんだけどっつって、多分そうか分かんないけど、その戻ってきて、ちょっとお前の武器とか見せてみっつって、ケイロン先生がこうヘラクレスのこう武器とかをこう見舞するわけ、はい、ふむふむっつって、なるほどっつって、この武器だったりこの防具だったりを扱えるのはギリシャヒロシといえのはヘラクレスお前しかいないだろう、こんなその原始的な武器だったり荒々しい武器だったりを使いこなせるのはヘラクレスお前しかいないな、この武器はヘラクレスお前にふさわしい武器だっていう風にね、ケイロン先生が言ってくれるので、その近くでまだ幼いアキリウスがなんかかっけーかっけーって言ってんのこの武器かっけーって言いながらワイのワイのやってると。で、そうこうしてるうちにね、とんでもない事故が起きると。どういう事故かっていうと、ヘラクレスが持ってきた矢の先っぽにヒュドラの毒っていうすごい毒がついてたんだけど、その矢がね、うっかりケイロン先生の足に落ちるのつるっつってザクって刺さると。で、それであわーってなって、で、そこでこうケイロン先生がバターンって倒れて、で、ちょいってなって、あ、え、なにケイロン先生が死にそうってなって、で、アキレウスとヘラクレスがどうするどうするってなって、で、こうなんとかして助けようとするわけ、ケイロン先生を。で、薬とか飲ましたりとか、体を刺ったりとかしても、もうすでに手遅れだね。あ、もう。で、その時にアキレウスが、先生、私を置いていかないでください、僕を置いて行かないでください、行かないで行かないでって言うのね。で、その時にあまりにも感情が高ぶって、お父さん僕を置いていかないでっていうの、そこで師匠に対して、お父さん行かないでください、僕を置いていかないでくださいっていうふうに、はい、ケイロン先生の体をギュッと抱きしめると。で、それを見たケイロン先生が、私がたくさんの弟子を教えてきて、そしてアキレウスお前のことも教えてきたけど、今その教えたものすべてに値する対価を与えてもらったと。つまり自分の弟子にお父さんっていうふうに言われて、かつ最後弟子 の前で見とられて、弟子に抱きしめられて、こうして死んでいくと。私が与えたもののすべての恩というのを今ここで返してもらったから、私はもうここで死ぬことができるって、はい、でそこで死んでしまうっていう、そういうエピソードがあって、それでも手に登っていくっていう、はいはい、その激エモなエピソードがあるんだよね。あ、なんかいろいろ聞きたいことがあるんですけど、すごい突然の死ですね、まずそう、突然の死、ね、それまでワイワイやってたけど、ね、そうそうそう、和気あいあいのシーンから急に一転してね、そんな壮絶ななんか悲しい感じになっちゃってますけどそうなんだよ、最後はキリストたちに見とられてるっていう話なんですね。そうこれはもともとはね、その場にはアキレウスいなくて、ヘラクレスしかいなかったの。ヘラクレスとケイロンの2人しかいなかったんだけど、はい、そのここにアキレウスいたらエモくねっていうその古代のさ、壁沢の手腕ですもんね、これがアキレウス入れて、かつそのヘラクレスはさ、あんまり心乱されてないわけ、もうほとんどこう終わっちゃってるから、なんていうか冒険も終わっちゃってて、大人になってて泣きわめくようなタイプでもないから、もちろん慌ててはいただろうけど、ワンワン泣きすがってお父さんっていう状態ではないと。だけどまだ教育途中のアキレウスがそこでお父さんって言って泣きすがるっていうのは、なんかもうめちゃくちゃエモーショナルだなって。私これ大好き。まあ、まあ全然未熟なというか、そうそうそうその段階で死を失うわけですもんね。そう突然この後さ、多分2人すごく気まずいと思うよ。本当そうですよね、うん、どうするってなりますよどうするって、ね、多分そのお前が帰ってこなければ全然知らなかっただろうっていうふうなこととか言いそうな気もするし、そうですね、うん、まだ精神的にはまあ未熟だし、まあ、アキレス自体結構苛烈な人ではあるっていう話もあったんで、
うん、怒るかもしれないし、怒るかもしれないし、ヘラクレスもあの別に師匠のこと嫌いじゃないからたま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 ミスった感じだからっていうような、一応そのこれはまああの1バリエーションの一つだけど、はいはい、この別れ方をした後であの2人が戦うってなったら、なんかあの時は先生ってなっちゃうな、あのお父さんって呼んでくれたなっていう気持ちになっちゃうじゃない。確かにそういう別れ方をしてで、まあ、戦うというアニメでは、うん、もう何アキルスお父さんって呼んでくんないの。そこは呼んでなかったと思いますはい、呼んでなかったですもう大人になっちゃったもんね、まあ、よく小学校の子供にありがちな学校の先生に対してお母さんって言っちゃってみんなにからかわれるやつあるじゃないですか。ありがとうありがとう。そうそうそう、あの感覚だよなと思って。その時の戦いはまあお互いのなんか敵陣営ではあったので、もう本当割り切って本当に勝負してて。うん、そっか、アキレス大人になっちゃったな。なんかそれ多分ケイロン先生の側から見たらいやいや寂しさもあるけど誇らしいよね。はい、こうそうですね、なんか立派にちゃんと成長して、ねえ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 、自分の対等以上に戦えるというか。うん、そうだよね。それなんとなくだけどケイロン先生負けた方がなんかいいもんね。そうですね、勝ったよりはそうそうそう超えられるっていうのがまたなんか嬉しいよ。そう、それは師匠の醍醐味だよねこう、うん、弟子が自分よりも強くなったり、そう、偉大になったりするっていう、はい、それ見るのが多分、はい、一番楽しいだろうからな、はい、ケイロン先生、うん、動画上では皆さんにお見せできないんですが、はいはい、この現場ではちょっと鈴木さんに拝見させていただきます。アキレスとケイロンの戦いを見てもらうということで、はい、みんなの脳内で、はい、そうですね、各々再生していただける、各々再生していただいてはい、これそうですね、アポクリファの結構最終局面で、うんうん、まあ、本当にラストバトルみたいなところですね、はい、シーンとして、はいはい、戦ってるやつ、飛行機の上で戦ってる、はい、ということでここから今戦闘が始まりました。あ、はい、完全にもうあれだ、はい、古代ギリシャ流儀だなあ、名乗りを上げるって名乗り、あ、お互いにそうだ、一対一名乗りを上げて、ね、本当に捨て頃の勝負という捨て頃対応だよね、はい、これはもうやっぱ古代ギリシャならそうだよね、はい、割とまあ対等な勝負をしてるという感じですね。そうだね、お互い、そうだね相当激しい戦いになってますが、おー、いやーでも古代ギリシャ思い出すね、はい、うん、こういう戦いを古代ギリシャ思い出す、うん、ファンクラチュンはこのぐらいだよねやっぱ結構もうボコボコですかね、お互いいやボコボコだと思います。何してもいいし別にもうあの関節外してもいいし全然大丈夫こんなもんだと思うな、はい、ケイロの宝具ですね。あー、なるほど、はい、はいはいはい、あ、かかと射抜かれてる、めちゃくちゃ射抜かれてる、めちゃくちゃ射抜かれてる、はいはい、あー、なるほど、一手先を読んでてってことだね。そうですね、最終的に、まあ、ただじゃ死なないみたいな感じですね、まあ、という形で、まあ、今決闘のシーンを見ていただいたんですが、まあ、その中でもその、はい、そうですね、ケイロン先生の宝具とかもちょっとチラ見せできたと思うんですが、はいはい、熱い戦いだったな。そうですね、そうだな、今ずっと私たち一枚のプロフィール画像と、はい、プロフィールの内容を見て喋ってたけど、はい、やっぱアニメで動くと感覚が変わるかな、はいはい、リアリティとかも変わるし、あとアキレウスとケイローンがやっぱ同じ画面に入って同じ世界の中にいて、そんで喋ってて語り合ってて拳で殴り合ってると、はい、ちょっとやっぱり無条件に熱いなと思ったですね、うん、実際にこうまだね、うんうん、動いてこう絡みが見えると、ね、よりリアルな関係性が、そう、ね、リアルな関係性見えてくるというか、そうやっぱアキレウスもすごく魅力的に見えたな今見てて、はい、ケイロンっていうちょっと穏やかなタイプで、うん、ある意味ではアキレウスとすごい正反対のキャラクターじゃないですか、はい、アキレウスがこう結構熱くて熱血感で、はいはい、でこう思ったこと素直に言うタイプだと思うんですけど、はい、でもケイロン先生はこう穏やかでこう何考えてるか割と分かんなくて、はい、ですごく白深いタイプって感じだから、うん、なんかその二人が対決してるってなると、確かに、うん、対比もあるし、そうそうそう、かといって最終的にやっぱケイロン先生も熱くなるっていうところも若干そうあったので、そうだね、やっぱ最後に2って先を読んでてアキレウスのかかとを射抜くっていうところまで一応見据えてやってたわけだから、なんか両方ともなんか自分のいいとこ生かしきってるなって思って面白かった。今すごい頭の良さもそう、芸能先生のとこ出てたし、そう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 、ただではやられてないし、まあ、そこまでも計算してたような感じもするし、はい、アキレウスもアキレウスで熱血感でいいとこ見せてるっていうとこだったから、はい、なんていうの、決闘受けてくれよみたいな感じで話してたから、はい、なんか割と正々堂々としたタイプなんだなっていうのも分かったから、うん、アキレウスの成長が凄まじいな、うん、なんかケイロン先生も言ってたけどアキレウスこんなに成長してたんですねって言ってたけど、はい、そっか、しみじみとそのアキレウスが成長しきる前に
多分ケイロン先生が死んでしまって手を離れただろうから、はい、なんかやっぱケイロン先生からしても一番心配な弟子ではあると思うんだよね。なるほど。その後どう、まあ、完全に教えきれてないのに、うん、もう一人になっちゃったから、そう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 、他の英雄たちは全部送り出したと思うけど、あのアキリウスのところはあの多分完全ではない状態で送り出して、成長したアキリウスを見ていないはずだから、はい、それがなんか成長しきった感じ で自分の教えたこと以上のものを持って戻ってきて、そして戦うわけだから、うん、ケイロン先生からしてもかなり熱いなって今思いました。確かに最後のぞとなんか笑みとか、まあ、ちょっと安心の意味もあるのかもしれない、ちゃんと育ってるんそうそう正しく育ってるなっていうので、はい、多分ケイロン先生もなんか安心しきってからの、居抜きだから すごいなやっぱ師匠は超えられない師匠強いわなじゃあ最後ちょっとプロフィール、はい、まだちょっと実は結構あるんで、はいはい、ちょっと見ていきましょう、はいはい、ギリシャ神話有数の大賢者であったケイロンは最終的にヒドラの毒矢でいられ、あ、ここに書いてあるね、毒矢でいられ、 その苦しみから逃れるために神としての証であった節を返上した。ケイロンを惜しんだ神が天に登らせることで星となったが、限界したケイロンは節を返上したのを悔いている、はあ、改めて節を得ることを願望としている。おお。だがそれは神に昇華されたいわけでも、父子を絶望しているわけでもない。彼が両親から授かった唯一の得意性、それを得たいがための望みだった。あ、そうですね、これは、はいはいはい、聖杯っていう、まあ、うんうん、何回か多分ワードとして出てきたと思うんですけど、うんうん、その何でも願いを叶えてくれるものが、うんうんうん、まあ、あるんですが、ケイロンの願いは、まあ、不死性、もうあの、うんうんうん、最終的に多分不死性をこう返してヒドラの毒から解き放たれたみたいな、多分逸話があると思うんですけど、あそこでやっぱりその母親と父親から命をもらったのがやっぱりその不死性だったので、はいはいはい、それをどうしてもやっぱり欲しいっていう、あ、もう一度、はいはいはい、なるほど、うん、あの時めちゃくちゃもがき苦しんでて、こんな苦しみが永遠にヒドラの毒にやられて続くんだったら、もう死んでしまった方がいいとあの時思って不死性を返上したわけだけど、よく考えたらその不死性っていうのは父親母親から受け継いだものだったから、 それってその父と母から与えられたものをもう自分から捨ててしまったというような罪悪感のようなものに、はい、ケイロン先生が苛まれてるわけなんだ。そうですね、なんかやっぱり多分エピソードとしてあるんだと思うんですけど、うんうんうん、母親からも、まあ、愛されず、うんうん、ちゃんと育ててもらってないと思うんですけど、あ、はいはい、捨てられちゃったからみたいなことね、はいはい、あそこで、まあ、唯一 その両親とのつながりを匂わせるのがやっぱりこの不死性っていうところなので、それをやっぱ取り戻したいみたいなところがあるっていう話、はいはい、すごい解釈だな、はい、そんなこと考えたことなかったな、うん、そう、あの確かにその不死性を返上して、もともと持っていた性質であった不死性を捨てて、はい、天に登った、なるほど、それをケイロン先生が後悔しているっていう設定なんだ、はい、ね、めちゃくちゃ面白いなそれって、 あまりなかったまた解釈というか、うん、初めて見たしすごい面白いっていうのもやっぱギリシャ神話の中だとケイロン先生結構ね、人間味がないと言ったらあれなんだけど、あまりにもいい教育者すぎて欠点がないように見えてしまうんですよね。なるほど、整いすぎてて綺麗すぎて、でそこに何か泥臭いものをあまり感じてはいなかったんだけど、はい、今この設定が入ったことによってケイロン先生に血が通った感じだよね。超優等生だからあんまりこの人のなんか、うん、本音の部分とか見えないわけですか、ね、そうそうそう、感情的な部分も出さないし、本当に教育者としての面しか見せなかったけど、うん、ここで唯一その自分の上だったり望みだったり後悔だったり罪悪感だったりみたいな、はい、その先生とは違う属性がここに加わったわけだよね。それってすごい面白いことだなって思った今。そうですね、うん、ちゃんとなんか自分の欲というかそうね、そうそう、望みがあるというか、ね、立体感が出たよね、うん、ここでなんか違う方面から光が当たって、うん、ケイロン先生がちょっとかなり立体的になってるもんな、うん、すごい面白い。これはかなり好き。すごく優秀な優等生で、はい、いい先生のあのケイロン先生ねって思って見てたから安心して見てたんだけど今、はい、でもこの一言でちょっと全部翻ったから面白いなって思いました。確かにここでようやくその、うん、ケイロン先生さらに人が深まったというか、そう、ケイロン先生に欲があるってところがさすごくない？これだって考えたことなかった。ケイロン先生に欲がある、欲があるということは不完全の状態、ケイロン先生が不完全な状態なんだ。これはかなり珍しい、うん、これちょっと熱、うん、ここですごく熱くなった、はい、もうこれ最高だわな最高最高の設定じゃないですかこれ
ちょっと続いて、うんうん、プロフィールの6もいくと、聖杯戦争においてまさしく最優の名にふさわしいサーバントの一揆、魔力消費こそ平均的なサーバントに若干多いものの、スキル、神事の地形などによる万能性は他の追随を許さない、どんな弱敗のマスターに対しても丁寧な言葉遣いと謙虚な態度を崩さず、助言はするか常に尊重する。それは第二の性においても、彼が教師であると同時、生きてる限りは全てにおいて学ぶことがあると信じているからだという、はい、はいはい、解釈ですね。なるほど、ここで今まではずっと教える面がすごいクローズアップされてたわけだけど、はい、ギリシャ神話だと、はい、あの自分が生徒でもあるっていうような感覚だよね。そうですね、うん、こんなにあのいい先生だけどしかし欲があるってところがもう最高にいいね。そうですね、うん、すごく好きになった今。ちゃんとある人間味があるというね、人間味が出てきましたよね、はい、ある意味欠点とも言える人間味が出てきた、うんうん、バトルモンスターとかもせっかくだから、あ、ちょっとまあだいぶさっきの、そうですね、あの動画の方でも、はいはい、まあ、見えたっちゃ見えたんですが、あ、いや、捨て頃タイマーだったから。そうそう。これはあの、はい、馬状態の機能先生ですね。はいはいはい。あ、はい、なんか周りに若いのが多いからちょっと教えがいがあるな。わかんないけど、慶応先生すげえ場所取ってんだよ。へ、横幅広いですね。横幅広いよね。マガツのサソリよ、粛清はすでに訪れた。星と共に散るがいい。ああ、いけたかも。ああ、いや、エラトステネスにする心も砕けちった今。いや、来ないで終わったんだけどね、これは。採用されてしまった。採用されてるな。嫌いなものですか。嫌いなものあるんですか。蛇と毒ですかね。あ、まあ、それはそうでしょうね。ヘラクスには内緒ですよ。あ、彼ヘラク気にしてますから。あ、気にしてるんで、やっぱ気にするよね、それはね。一応その、そうで、このカルデア内には、はい、まあ、自分ヘラクレスもいるので、はいはい、まあ、そこでちょっとやっぱりヘラクレスが若干なんか気にしてる素振りを見せてるのか。いやいや、でも 狂気の状態じゃない。あの、でもあの状態でも何かそのケイロン先生に対してなんかちょっと壁に隠れたりみたいな、そういう動作をしてるってことなんですね。引き目があるのかもしれないですね。生前のあのエピソードとかあるので、うっかりヘラクレスの毒を塗った矢が足に刺さってそれが原因になっちゃったから、大抵は事故なんだけど、大抵は事故とはいえ、はい、一応そのヘラクレスにも過失ありだから、はい、あのヘラクレス自身もちょっとあの嫌いでもない先生をちょっと やっちゃったなみたいな感じのテンションを引きずってるってことなんだね。そうそう、しかもめちゃくちゃ苦しませたわけですよね。そうだよ、地獄の苦しみ味わってる。死なないのにずっとその毒は受けてる。そうだよね、よく考えたらすごいよね。拷問に近いよね。そうそうそう、殺してくれって言ってる状況をあの味わわせ続けたって、それはちょっとそれはそうですね、気まずいって。でもまあ気にしなくていいよって言ってるから、まあでもそれはね、いや、すごいな、人格者だな、やっぱ。そんなセリフ吐けないですよ。過失とはいえって言ってるけど、それがすごい長い苦しみだった、苦しかったわけだから、ちょっとね、はい、普通だったら殴りかかるところを、やっぱ経路の人徳がそうさせるんでしょうな、やっぱ。バーサーカーとして狂乱しながらも、知性を残している。知性を残している。さすが英雄ヘラクレス。だから、そんなに気まずそうにしなくてもいいのですよ。あ、これまたちょっとヘラクレス関連のコメント、はいはい、さっきみたいにあのなんかヘラクレスが強化状態にあるにもかかわらず知性を残していて、あの先生の前でちょっと隠れたりとかもじもじしたりとか、あのそのみたいな空気になってる、ごめんねとも言えないしな、はい、みたいな空気が出てるのを察知して、はい、さすがヘラクレス、あの狂気の状態に陥っててもそういうなんかあの知性が残ってて、そういう遠慮みたいなのあるんだねみたいな感じで、でも気にしなくていいよみたいなこと言ってる。人格者すぎる。まああのね、ご覧いただいたあのヘラクレス、だいぶ凶暴な感じではありましたけど、はいはい、それでもやっぱりその気まずさは残ってるというところ。いやでも あんなにさあの動く破壊者みたいなさ、見た目は感じで、なのに先生の前だとシュンとなってるの可愛くないですか。ちょっとなんかギャップありますね。うん、可愛 い。もう言葉すら発しないレベルの、そう、ねね、のキャラだったので。かの繁栄優がこうも穏やかに過ごせているとは。繁栄優誰だろう。今の彼が真実のアステリオスなのか、それは分かりません。ですが確かなことが一つ、うん、あなたの前世に惹かれて彼は召喚に応じたのでしょう。
まだ見てないんですけど、これアステリオスがまあ FGO、はいはい、いるんですが、はいはい、それに対してのコメントですね。でまだ見てないので詳しい話はちょっとできてないんですが、はいはいはい、そのアステリオスもそのバーサーカーっていう強化状態の、はいはい、まあ、クラスで召喚されているので、はいはい、まあ、それに対してのコメント今反英雄って言ったその反っていうのはデミヒーローなのか、はい、アンチヒーローなのかどっちなんですかね。アンチヒーローの怪物だったはずのあのミノタウロスというかアステリオスが、はい、マスターの前世に惹かれてってことなのかな。そのアステリオスが本当のアステリオスかアスかわかんないけど、確かに彼の心にも前世があるってそういうようなニュアンスだったのかな今。まあ、多分そのギリシャ神話上では禅のなんていうのか、うんうんうん、アステリオスのイメージで多分ないね、まあ、ケイロン先生だけないのに、はいはい、今はこう穏やかに過ごせてるみたいな、はいはいはい、そこにちょっとびっくりしてるみたいなところなのかもしれないコメントで、はいはいはい、そんな感じだった、うん、そのギリシャ神話だとかなりこの怪物的で恐ろしくて、ね、いい人なところが全然なかった彼が、はい、こうしてこう穏やかにみんなとワイワイガヤガヤしてるのがあのケイロン先生的にはどうなっちゃってんのみたいな感じになっててそうですね、まさかっていうその意外な側面が見えたことに対してのコメント、はい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 、ね、かつて天に捧げたものを返せとは全く見苦しい願いだと思うのですが、それでもやはり父母との絆は大切にしたいですね。ああ欲だ欲だ、はい、さっきのあの本編の方でも話した、はいはい、聖杯の願いについて、はいはい、やっぱ不死性を取り返したいっていう話についてのコメント、うんうん、ここだけ自分の心情のトロって、ね、そうですね、はい、ケイロン先生の深い最後の欲の話が特に面白かったから他の英雄たちのところでもケイロン先生名前出てたけどやっぱりそこでもあの先生としての面しか見えてなかった。あまりあのアキレウスも他の人たちも言ってなかったからあの それだけだと思ってたから今、はい、見せてもらえてすごい楽しかった。今までないまた解釈が加わったということで、うん、これが最先端の経論か熱いよね、うん、なんか勉強になる。こういう風にしていけばいいんだな、うん、あのそうちょっと経論は今まで一辺倒なキャラだったからずっと、はい、あの古代からね、はい、こういう風にちょっと違う側面から違うライトを当てると、うんうん、すごく面白みのあるキャラになるんだなって思いました、うん。